8割嘘で2割が冗談、ギター芸人ダオです。石巻に行く日が近づいてきました。というかこの動画が公開されている頃には石巻に行っているのかなと思いますけども、今回ですね、石巻に行く、きっかけといいますか、くれたのは荻野浜中学校という小さな学校の卒業式で、僕が作った希望の鐘という曲を卒業式で歌ってくれという要望がありまして、そこに向かってですね、ずっと楽しみに、してきまして、練習も重ねてきました。で、卒業式は荻野浜中学校以外もう一個ね、お鹿中学校というところにも、行く予定でありましたが、今回のこのウイルスの関係でね、お鹿中学校がまず来賓を呼ばない卒業式ということになりまして、そこが行けなくなってしまいました。で、荻野浜中学校の方は予定通り開催するという話だったんですけども、こちらの方も、まあ、大事を取って外部の人を入れないということで僕が行けなくなってしまいました。残念。そして、石巻に行った時にちょっとしたミニライブっていうのを行う予定だったんですけれども、そちらの方もなくなってしまいました。全てがなくなりました。このコロナウイルス、新型コロナウイルスのおかげで全てがなくなってしまいまして、今回のこの石巻訪問どうしたらいいのかなというふうに思って、いつもお世話になっている先生にちょっと相談したんですよね。で、こういう状況だから行かない方がいいのかどうかっていうのをすごく考えたんですよ。なんかこう行ったことで迷惑かけてしまうってなると、やっぱり本末転倒と言いますか、僕の本望ではないので、なのでちょっと先生に相談したんですけども、鈴木みのる先生といつも、お世話になっている先生なんですけども、いつもね、行くと先生のお宅に泊めさせてもらって、でいい関わりをさせていただいてるんですけども、本当心の親友なんですが、小田さんが目的があれば大丈夫ですよということを言っていただいたんですね。で、僕の目的っていうのは、今回卒業式っていうきっかけはあって、それも目的だったんですけども、その先生に会うっていうことが何より第一の目的なんです。で、石巻には僕たくさん友達がいますので、その友達に今回会えるかどうか分かりませんけども、会うっていうのも一つの目的ですし、で、初めにつながった女川町の、義援金を渡しに行ったカフェがあるんですけども、そちらのカフェ仮設で営業してたところが、その仮設なもんでなくなりまして、新店舗、ちゃんとしたね、自分の土地で、自分の土地かどうか分かんないですけど、自分の建物で営業がスタートしたらしいので、そちらの方も訪問していきたいなと思いますし、街の様子とかもね、伝えていきたいなと思うし、僕が自体がやっぱ見てね、皆さんに伝えていきたいっていう、そういうのは僕の使命だと思ってますので、今回は、行くことに決定しました。いろんな意見をもらって、今回行かない方がいいよとか、そういったことも言われましたし、なんかどうすんだというようなことも言われたりとかしたんだけど、やっぱりみんながこう言うからこうするとかではなくて、自分の頭で考えて自分で決断する、これ大事だなと思います。なんかこう問題になってるでしょ今、この買い占め問題とか、みんながそうしてるから私も、みんながこう言うから私も、そうじゃないんですよ。ちゃんと自分のね、頭で考えないとダメだと思います。もう思考停止状態の人が非常に多い気がするので、俺は俺の考えで、俺の行動で責任持ってしっかりとやっていきたいなと思っておりますし、それによって人に迷惑をかけてしまうんであれば、それは良くないことだと思うんだけど、迷惑かかるかかからないかっていうのはしっかりと考えて、それで行動して結果が出てくると思うんですね。なんで鈴木みのる先生に会うことが目的か、第一の目的かと言いますと、震災で先生は家族を亡くしたんですね。大切な家族を亡くしてしまったんです。で、そういう話を聞いて、僕は一生先生に寄り添っていきたいと、寄り添っていくと決めたんです。で、寄り添うっていうのは会うことが全てではないんだけども、会わなくても寄り添っていられるとは思うんだけども、やっぱり直接会ってお話をしたりとか、
そういった感覚っていうのがすごく僕は大事だなと思いますし、いろいろな話をしたいし聞きたいし、でそういうのが僕の使命だし生きがいだと思っているので、誰に何と言われようと自分で決めたことなので、今回も自分で決めていくことにしました。でここのところこう歌動画とか、ね、ギター動画が続いたと思うんですけども、実はパプリカという曲をアップしたんですけども、そのパプリカっていうのはそのミニライブ、石巻で開催する予定だったミニライブで中学2年生 の人が僕にリクエストをくれたんですね。それ先生通してリクエストくれて、でぜひパプリカやってくれということだったので、一生懸命練習して準備をしてたところで、そのライブが中止となったもんで、まあ残念だなとは思ったんですけども、形にはしたいなと思ったので、こうしてね動画としてアップしました。それから希望の鐘、こちらの方も荻野浜中学校で披露する予定だったんですけども、これできなかったので改めてね心込めて動画にしました。で YouTube を通して、まあこうした動画投稿をねこう連続投稿するってことで、まあ続けていますけども、なんかこういった使い方があるんだなと思って、改めてねいいことだなと思いましたよね。直接会って直接ライブをするっていう、そのなんかエネルギーっていうのはかけがえのないもうすごいことだと思うんですよね。この動画では伝えきれないことがやっぱ伝わるので、直接面と向かって演奏するっていうのは非常にパワーがこうお互いに通じ合うのでいいんですけども、だけど動画を通してでもやっぱエネルギーって多分伝わっていくと思うので、なんかやっぱりねそこをなんか感じ取ってほしいなと思ってます。まあ、石巻の街の様子だとか、なんかねそういったレポートとかができたらいいかなと思ってますので、随時ね更新していきたいなと思っております。まあ、今回はね新型コロナウイルスっていうのが大きな問題となっているので、まあ大したことはできないのかもしれないですけども、でもまあその中でできることをやっていきたいなと思いますので、ぜひですねこの動画を通してその石巻の様子、女川町の様子、なんかそういうのをねお伝えできたらいいなと思いますので、楽しみにしておいてほしいなと思います。もうすぐ3月11日震災から9年が経とうとしておりますので、今ねこの9年経った今どんな様子なのか、どこまで復興しているのかとか、みんな多分ねあんまりもう復興してると思ってるでしょ、完全にもう復興してると思ってるかもしれないですけども、今の街の様子ってどんなものなのかっていうのをねしっかりと僕が伝えていきたいと思っておりますので、ぜひですね期待していてほしいなと思います。今日はここまで、バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。